津軽亀信は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、武奥宜弘前藩書大藩主。下には十四位下、右京大部。津軽亀信の,の出陣には、様々な説や伝承があり、南部氏族で、下久慈上主であった久慈氏の出とも、大浦主身のことも言われる。亀信の,の経歴は、津軽氏側に残される資料と、南部氏側の資料との間で記述に、 食い違いがあるため、はっきりしない点が多い。ためノブが南部氏の一族であったという見方は、南部氏側の資料に存在する。この見方を補強する資料が津軽家文書の中にもある。その文書は豊臣秀吉から送られたもので、宛名は南部京介とある。この書状はためノブに宛てられたものであると推定されていることから、大浦氏が三古南部士八戸の根城、 南部氏等と同様に、南部氏の一族であったことを示す証拠の一つと推定されている。ための部の実家といわれる久慈氏の出自は、南部氏子祖である南部光行が、研究二年時当職として、道の国の部軍に入部して以降、その四男、七戸三郎朝真の諸子の家系が久慈に入部して、久慈氏を称したとされ、室町期には、南部着流の次世の子、真実が、 九時修理女子生の養子となっている、A6 十年説もある、大浦ためのりの養子となり、大浦氏を継いで、大浦城主になる、広崎藩の幹線支所である、津軽伊藤氏によると、元気2年5月5日、自分の市場の堀越城から出撃、2トルほど離れている、石川城を工事を装いながら、突如攻略し、南部総家である三湖南部家当主、 南部春政のおじにあたる石川隆信を自害外に追い込んだ。南部春政は、この頃には石川隆信の実施でかつ、春政の長女の婿となり、養子子であった石川信長と争っており、三子南部家と石川家の内部構想をいいことにための部は、周りの豪族を次々に攻め始める。春政が対立する石川家を弱体化させるため、石川家の津軽地方をかすめ取るよう、 ための部を密にそそのかしたとの説もある。天正三年大抗事情の上代、滝本茂之を攻め、敗退するも、翌年攻め落とす。天正六年七月、あらかじめ部来の都廃を潜入させておき放火。格乱で、浪岡城を落城させ、浪岡御所、北畠武志村を自害させる。しかし、欧州の騎手であった、浪岡北畠氏を滅ぼした影響で、 安藤氏との関係も悪化。安藤、南部、波岡市勢力との戦いである六和川合戦が起きる。それに対し南部氏川資料によると、石川隆信が津軽に入ったのを元気三年として、天正九年に病死としている。ため信は隆信から津軽軍隊を継いだ次男の石川正信に重心として使え、主君に取り入るために自分の実縛。 久しを正信の愛称に差し出していた。天正10年、同役の浅瀬石沖が死ぬや正信に、もう一人の同役の大密寺三成を断言し、で和国に追放させた。そして、天正18年3月、正信とお宮を、ともども園籍に招待し油断させて毒殺し、その居城だった浪岡城を、九州占拠して津軽地方を横領したとある。しかし、 これに関しては、南部氏側の作為を示す証拠が存在する。民間記録、A6 日記をはじめ、南部春政所長や、南信義所長も、元気2年のための部の石川城攻略を物語っている。そして、天正年間にはすでに、津軽地方はための部が完全に掌握しており、石川正信が津軽に入れる状況ではなかった。さらに、南部氏側の主張が事実なら、 天正18年に挙兵したための部は、同年の小田原征伐での豊臣秀吉の元へ参、人していないことになる。現在では、南部家は、豪族の連合体の意気を脱出しておらず、軍隊を置けるほど三考南部氏の勢力や統制は、強固なものではなかったと考えられている。ちなみに、津軽氏側資料では、石川正信はその父、高信が死んだ翌元気三年に、 タメノブに撃たれているが毒殺との記載はなく、また、津軽死刑府にタメノブの妹は乗っていない。天正13年3月油川城を攻略し、外が浜一帯を制圧した後、さらに田舎建て城を落とす。この頃、タメノブの性質、アホ領の弟二人が川遊び中に歴史しているが、これはタメノブが後の後目争いを避けるため義弟たちを暗殺させたと言われている。 同年4月には名友である千徳製氏が、浅瀬岩木を守備して、南部勢3000を奮戦によって撃退するが、ための部はこれに援軍を送らなかったとされ、後々名友関係に亀裂が入るきっかけとなる。もがみから得た情報により、中央の豊臣政権に対する工作が必要と、考え、天正13年を初めて自ら上落しようと、味ヶ沢より、 回路出版したが、暴風に巻き込まれ、まさ沖まで流されてしまう。それでも上落を果たそうと、天正14年は、八立峠を越えるルートを心みるが、被害の浅利市の妨害で、天正15年に、平二0 0 0と共に、南部領を突き切ろうとするが、南部市に妨げられて、天正16年、1588年には、秋田口から進んだが、秋田市に阻まれて、 いずれも失敗し引き返している。天正17年、1589年、秋田サネスへとは牧師、自らではなかったが、家臣、八木橋備え中を上落させることができ、石田三成を介して、豊臣秀吉に名馬と高尾県上、津軽三軍並び合ぽ一円の所領安堵された。しかし後の欧州総検地ではこの所領港4万5千国の、うち3万国が津軽領地港で、 残り一万五千国は、対抗増入地とされてしまう。秀吉の小田原征伐の際には、家臣十八期を連れてための部自身が、天正十八年三月駿河国三枚橋城へ、参考し、小田原へ投下する秀吉に越見している。一方、南部下では、前田利家を頼って、ための部を総武事例に違反する逆ととして懸念し、秀吉に訴え、一度はための部は征伐の対象に、 されかける。だが早くから、豊臣政権に、強順の意を示すなど工作し、天正十八年四月小田原へ、平泉を連れて参陣した、南部の部長に先駆け、その前月に、小田原への途上の沼津で、秀吉に一見を果たしていたための部は、石田三成、橋場秀治、小田信を介しての釈明が認められ独立した、大名として認知されることに成功した。これには、 秀吉、秀次、織田信夫の三名とも高狩りを好んだことを聞きつけた、ためノが、津軽徳山の高を食って、遊戯を結んだことも、本領安堵につながったと見られている。また、大浦正信が、この絵名を通りの楽園だという伝承にちなみ、ためノは、早くから、この池に接近して、折々に、金品や米などの贈り物をしており、上落した際に元寛博、元関白、 この江崎久を訪れ、自分は前、久君の祖父、小通殿が、欧州遊歴なされた、際の楽院と主張した。この受験に限らずその頃の公家は急防しており、乾白職に就きたいが、家柄のない橋は秀吉を勇士にして、藤原姓を授けた。この江崎久は、ための部からの財政支援増額によりための部も勇士に、した。この時からための部は本姓を藤原として、 この絵家紋のボタンにちなむ、行用ボタンの使用を許され、生を大浦から津軽に改めている。これで、形式上は、秀吉とためのは、義兄邸となった。その後は、久野平正美の乱の討伐や文禄、慶長の役、伏見城武神などに功績を挙げた。文禄3年には、大浦城から、堀越城へ居城を移している。慶長2年ためのは、千徳聖子の子。 マサヤスがいる朝瀬岩木を攻めて、かつて名誉関係にあった先特使を滅ぼした。慶長五年に一月二十七日、右京大部に任官される。同年の関ヶ原の戦いでは、両国の周囲がすべて東軍という状況から三男、信平と共に、東軍として参加した。しかし、着男、新立は、豊臣秀頼の故障集として、大阪城にあり、西軍が壊滅すると三成の子。 重成なりらを連れて帰国している。これらを考えると、つまりは、真田氏らと同様の、両軍生き残り策を狙ったとも考えられる。そのためか戦後の交渉では、上野国大官に戦国の画像に止まった。関ヶ原出陣中に家臣が反乱するのを恐れ、出陣前に一族である重臣、森岡信元を暗殺させるが、結局、合戦中に国元で反乱が起こって、居城、 堀越城を占拠される。しかし西軍敗戦の方が伝わると、反乱法は、戦意喪失の上で追悼されている。その後も、家中騒動にて城が占拠されたりなどしたため、慶長8年には、岩木川と土淵川に挟まれた高岡に、新城を着工した。ただし、城の建設はあまり進まず、時代の信平に引き継がれた。慶長12年、病に伏せた、着難。 新立を見舞うために上落するが、到着前の10月に、新立が病死し、自身も12月に、京都で死去した。去年58、ための部のなしろを務めるなど時代として、確実視されていた、着難新立と、ための部自身が、相次いで死去したため、家督は三男のぶひが継いだものの、翌年、新立の着難熊千代が、継がれ立広しら新立派の家臣に押されて、 ためのぶの静着を主張し、幕府に裁定を求めるお家騒動が勃発する。幕府は信平を静着として公認し、県広白は追放されお家騒動は収まった。津軽ためのぶの銅像広崎市藤城にある川州寺にあり、玉屋の建物は国の重要文化財に指定されている。また、広崎市西、重森長勝寺に木造が安置されている。小笠原、金平、盛岡の三名は、 大浦三道と呼ばれる。ありがとうございます。